はい、どうも皆さん、トライアングルです。先ほど、にゃんこ大戦争さんのね、公式の YouTube の、チャンネルの方を見たんですけど、なんかどうやら2月14日の、11時、まあ、金曜日ですね、11時、まあ、バレンタインだと思うんですけど、なんと、多分全員なはず、全員に、レアチケット5枚全員プレゼントなはずだよね。なんかチャンネル登録者数が、55,555人いったから、ということで、全員に、レアチケット5枚。でも、その応募のところに行かないと URL で、なんか登録しないといけないのかな。なので一応概要欄に、そのまま URL 貼るのあれなので、にゃんこ大戦争さんのね、公式の、その動画を貼っておきますので、よかったら、そちら見てみて、ぜひ、レアチケット5枚、入手していただければなと思います。僕ももちろん、レアチケット5枚入手する予定ですので。いやー、太っ腹ですね。5枚ってやばいよね。で、要は猫缶が、750個分だよね。ありがたい。もうあれ、みたいだよね。777のスロットといい。やっぱり太っ腹ですよね。ということで、じゃあ今回、こちらですね。ちょっとね、ガンガンちょっと進めていきたい。レベル50にしたいので、レジェンドストーリー進めていきたいと思います。美しい終わり。はい。まあ、こちらちょっと今、パーティーどういう感じでいけばいいかな。とりあえずこれでいってみようか。これでいってちょっと積んだら、まあ、考えるということで。もう何が出てくるかわからないのでね。まあ、でも結構レジェンドストーリーは白の敵が多いイメージだから、一応、あー、なるほど。あー、でも猫立つちょうどいいんじゃない?これは。とりあえずちょっとこれで。様子見で。で、ちょっとお金だけ一発貯めといて、これ多分あれ、いや、そういうわけじゃなかったか。でもまあ浮いてる的には猫立つがいいから、あと猫ジェンヌ出したいね。後ろからガンガン攻めたいから、猫ジェンヌ貯めつつの攻撃でいきましょう。で、この2体倒せばおそらくダルターニャぐらいは溜まるんじゃないかな。で、攻撃を下げさせておいて、で、ちゃんと猫タコツボもちゃんと出して、後ろから、猫ジェンヌと。よし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 、オッケー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 。で、一回どうしようかな。ここ、にゃんま出す。あ、ダルターニャ。ダルターニャの方が良かったかな。いや、でも、ダルターニャは後から、後で残しておいた方がいい気がするから、とりあえずにゃんま行きます。にゃんま先生で、しっかりお金を貯めていって、倒していただいて、行こう、ダルターニャ。ダルターニャ行って、こっからさ、何が出てくる?多分、白の敵だと思うんだけど。やっ!やば。でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー。で、白い敵、天使か。天使は、ま、笠地蔵いないけども、多分大丈夫だと思う。ガオを出すか、いや、ここはフリーザ様で行こう。フリーザ様で行って、で、ガオを出せればガオを出したいが、出せそうだね、これは。敵を倒しておけば、とりあえず倒し続けて、で、とりあえず、鬼にゃんまと、多分、一気に、6000溜まると思うので、やばくなったらガオを出すっていう形でいいかな。とりあえず、ニャンマとフリーザ様、そして、あれか、猫服邪神、連れてき、いや、ぐいな、ほんとに。よし、でも倒した。よし、いいぞ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 。さあ、あとはもう、殴り殺しにするだけですよ。あ、ごめんなさい、汚い言葉を使ってしまいました。申し訳ございません。あとは、とりあえず、遠方攻撃から攻撃しつつ、ガオーも出さなくて大丈夫そうだね、これは、おそらく。まあ、出せるんだったら出していく形で、もう、あとはもう、猫ジェンヌと、猫タツも出現させつつ、オッケー!よーし!さあ、これ以上出撃できないが、これで、終わりよ!完全勝利。よし。ここは、なんとか相性良かったですね。猫タツいたから、良かった。じゃあ次。悪夢からの覚醒。うわ、めっちゃいる!めっちゃいるってことは、でも逆に言うとお金貯めやすいんじゃないかな?悪夢からの覚醒行きましょう。さあ、いきなり来るぞ、多分これ。いやー、いっぱい来た。でも白い敵か。一応貯めといて。ガオーが6000なんでね、一回ちょっと使わないといけないっていうのが、あれなんですが。いや、これ絶対白攻撃したら、来る。もしくは30秒経過したら、来る。あー、これ間違い、やべ!しまった!これはまずい。これは初見殺しな気がするな。さあどうなる?まだ、まだ出すね。まだ出さずに。ゆっくりゆっくり。ゆっくり、ゆっくりでいいよ。で、まずフリーザ様出しといて。まだ、やばいな、これ1体でよかった。てか出さなくてよかったぐらいならまだ。何割いったら出てくる?いやー、これは失敗か?やばい。お前ちょっとごめん、素の声が出てしまった。
待て待て待て、大丈夫大丈夫。とりあえず、いや待って、盾作って盾作って、よし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 、ちゃんと盾作って、ダルターニャ、ダルターニャだけ、いやー消えたー、ダル、あ、まだ消えてない、よしよしいいぞ。とりあえずできればダルターニャだけで倒したい。フリーザ様とダルターニャだけで倒せると一番いいんだが、攻撃する間に倒す。赤い敵も来たか。しかしこれ一人倒せばガオが出せる、一人倒せばガオいけるので、いやーこれそろそろダルターニャ消えるぞ。ダルターニャがやられる、そしてそろそろやられてしまう。でも猫たちがまあかなり有効に働くんじゃないかな。これも空浮いてる敵なんで、そろそろ倒してくれ。いやー倒れない、やばい。でも1体倒せば、1体倒せば、いやまだやられないか。なるほど、結構体力ありますね。でもとりあえず白い敵はそろそろやられると思うんだけど、まだや、あー強いな。でもまあダルターニャ一応生きてくれてるはいるから、攻撃力はそんなめちゃんこ強いっていうわけではなさそうだから、とりあえず盾作って、一人倒したい、一人をなんとか倒したい。で猫たちゃんと出し、倒、まだ倒れない、体力やばいな。さあそしてフリーザ様の攻撃が行くが、特にまだ変わりはなく、いや強い。ダルターニャ、でもまあまあまあ、でもダルターニャもやられてないからね。あーやられた、ダルターニャがとうとうやられた。これまずいかな。なんとか猫ジェンヌで攻撃して、猫タツでもちゃんとしっかり出していって攻撃。猫タツ出してないよ。とりあえずは猫タ、あ、オッケー出した。いや、これまずいか。一人も倒せてない。ガオ欲しいな、これ。いや、これはちょっと失敗した。完全に、まだ攻撃すべきではなかったですが、復活した、よし。さらに、いや、でもな、高獣じゃないからな。ダルターニャも出したいな、これ。いやでも結構ダルターニャの体力でも耐えてくれたから、ちゃんと猫タツ出して、ガオーで一気に倒してくれないか。これでも盾が少ないか。盾少なすぎか。頼む、いっけ、一人でも倒してくれ、倒してくれない。いや、まずいな、これ。なんとか。で、ちょっとフリーザ様はちょっとさすがにダメだね。ちょっと至近距離すぎるので、さすがに厳しいと。ダルターニャ行こう。で、ニャンマ出すべきかどうか悩むが、そろそろでも、あ、止まった、待って。はい、申し訳ないです。今が、んー、まあでも、なんとか、そっか、押してる時か。今、エイリアンと黒い敵しかいないから、とりあえず猫立つ。でも、ちょっと城が近いのが怖いな。押し倒されて城だけ攻撃されるっていうパターンが一番怖いけど、でも、ガオーとダルターニャいるので、よし!いや、まだか!まだか!くそ!なんとか、なんとか、ちょっとずつ押し返してるから、あと一回吹き飛ばせれば、多分、黒の敵はやられるんじゃないかな。いやー、そうか。オッケー。これで、まだか。まだやられないか。仕方ない仕方ない。とりあえず壁を作って、ダルターニャと、ガオでやっていきます。まあでも、白の敵に強い子たちだからね、本来は。まあでも、それでも一応、性能的には強いと思うんだけどね。どうだ。倒れた。オッケー。よし。あー、ごめんなさい。じゃあ、鬼ニャンマと、七福邪神、行っていきましょう。大丈夫だね。これは多分、おそらく大丈夫そう。よしよし。オッケーオッケーオッケー。さすがに、エイリアン、一体、ブンブン一体だけじゃ、さすがに厳しいでしょ。ガオーとダルターニャと、オニヤマと、全員出てきてるからね。これでも、まあ、たとえボスが来たとしても、多分大丈夫。こんだけいれば、一人、とんでもない奴がいたとしても、いやでも、メカ系が来たらやばいか。機械系っていうか、メタル系が来たら怖いけど、それが来ない限り、おそらく、大丈夫ですね。よし、オッケー!いい感じ、いい感じ。ちょっとずつ倒していってます。一応最後に祝福の、はい、砲台を撃っておしまいですね。完全勝利。さあ、次だ。次は?次最後ぐらいじゃない?最後っぽいな、覚えたてのない。なんだ、この素晴らしい名前は。行きましょう!スジンジャウト。猫本は使わずに行きます。覚えたてのない。いやー、多分とんでもないボスが来るんだろうね。浮いてる敵っぽくない?このお城見ると。とりあえず一体様子見ます。さあどうだ?多分城攻撃したらいけない系だったら、まあ、これどうだ?いや、でもいい感じじゃないか、これは。え?赤ずきんちゃちゃ出てきたんだけど。すごいルンルン気分の赤ずきんちゃちゃ来たんだけど。大丈夫?あれ。待て待て待て。いやでも白い敵でしょ?多分あれ。白い敵だから、ダルターニャでいけないかな。あ、そうだね。白い敵が結構多い。うわぁなんかぶっ飛ばしてきたんだけど、待て、これ鬼ニャンマがいいんじゃないか。じゃあ、だとしたら鬼ニャンマが強い気がする。これ鬼ニャンマ出していこう。至近距離でしょ多分。めっちゃ可愛いんだけど。え、赤ずきんちゃん、わー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 
ブラック猫、すごい顔で撃ってくるんだが、いや、しかし、これは有利でしょう。ダルターニャにさらに、ガオさえ出てくれば、いや、でもちょっと盾が足りない。いや、この、パンサー、尾形さんを倒せれば、かなり有利、オッケー、オッケー。鬼ニャンマ行きましょう。鬼ニャンマ行って、至近距離行ったらかなり有利になると思うんだけど、で、さらにもうちょっとで多分このパンサーがやられてくれるとは思う。オッケー。よし。じゃあ、ガオ行けそうですね。ガオ行きましょう。で、黒い子来たな。黒来たが、まあ、ゾウ、ザー、でもゾウさんもやばいか。とりあえず、まあ、マンボウのために猫たつは、よし、オッケー倒した。あーこことここで行きましょう。で、ダルターニャもそろそろ再出撃できそうかな。で、鬼ニャンも再出撃いけそうだし、こっからさらに来るか？来ないとしたら勝ち確だとは思うんだけど、ガオも来てるしね。こっからダルターニャ、そし、いや、これで終わりなわけは、あ、でも、ちょっと今回まあ有利すぎたからね、白の敵というか。結構、ダルターニャ、そしてガオもいてっていう状況なので、まあ結構有利だったからっていう感じかな。そうだね。さすがに城もこんだけ減っても出てこないということはこれで終わりだとは思う。よしよしよし、なんとか今回は、いい感じに。でも、ちょっと可愛かったな。可愛かったけど、ちょっと途中恐怖だったな。黒猫飛ばしてたからね。さあ、これで、まだか、まだ終わらないか。いや、しかし、これで第2陣のダルターニャが出撃して、よし、クリアー。オッケー、ありがとうございます。さあ、そして猫缶もゲットして、いや、でまだ新レジェンドまで行けてないからね。早くレベル50にしたいな。で、まだまだ先なんでしょ？はい。導かれし猫たち。まあ、こちらを、次回ちょっとやっていきたいと思います。ということで、じゃあ今回、この辺りで終わりたいと思います。とりあえず猫チケット、レアチケットが、ま、5枚入手できますよっていうことなので、ぜひ皆さん、まあ、僕もですけど、ぜひ、まあ、僕の動画見てるイコール、ね、にゃんこさんの公式 YouTube の方は皆さん見てるとは思うんですけど、一応、ご報告でございました。じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。